え皆さんこんにちは、えー、こちらですね180点アルティメットコースという、まあ、コースですね、えー、こちらのコースに関しまして、えー、ま組次短でですね簡単なガイダンスをお話をさせていただきます担当いたしますのは、えー、レクセニン講師よひだかです で早速ですが、あのアルティメット合格講座、あのアルティメット講座というですね、まあ講座、えー、今年あの今年度ですね、私があの担当することになっておりまして、えー、コンセプトとしては、えー、いわゆる中上級ですね、あの一般にいう中上級と呼ばれる方をたあの対象としております。で、ま、え、あ、ー、ただあの中上級といってもですね、さまざまなあのバックグラウンドの方がいらっしゃると思いますので、えー、例えば えー、ある程度その法令科目ですね、まあ、自信があったけれどもあと数点、えー、足りずにですね、えー、残念な結果に終わったとかあるいは今年、えー、その令和元年の試験が思いのほかですね、えー、難しくて、えー、歯が立たなかったという方いろいろいらっしゃると思います。で、えー、学習経験者の方の中でもですね まだまだちょっとインプットが不十分だという方はぜひそのこちらのアルティメットではなく期間講座でありますその合格講座というですね講座が含まれているコースの方をご受講いただければと考えております。じゃあこの180点アルティメットコースというのは一体どういう講座かといいますと学習経験者の方を対象としつつまあこれインプットはどちらかというともう必要最小限ですね。 に抑えてままいりますそのために使用する教材というのがこの合格基本書というですねこれは REC が書店で市販もしております、まあ、あの主に独学者用のですね教材として発行しているものです。でこちらを使用しましてもちろん新しい最も新しい年度のものですねこれを使用しましてインプットをしていくということになります。ですから アルティメット講座のですねインプット回数というのは非常にあの合格講座と比べると少ないものになっております。憲法はわずか4回ですねで民法もまあ12回ですけれどもこれも合格講座に比べるとおよそ半分程度ということになります。行政法もそうですね12回とありますけれどもこれも合格講座よりはかなり少ないということになります。そして このインプットの部分が少ない部分をですねカバーするということではありませんが、まあ、あのカバーするという目的も含めてですねこのアウトプットの演習編というところで実際にその問題演習を行ってまいります。 このえ憲法は2回しかありませんが、まあ、2回のうちおよそ1.5回分ぐらいが、まあ、人権ですねの、まあ、基本問題も含めてえこれは是非本試験で取り切ってほしいという問題について、えーまあ、問題演習を通じてですねアウトプットを通じたインプットということを心がけて講義をしてまいります。<coughs> で、えー、他の科目も基本的にはコンセプトとしては同じで、えー、民法も全部で12回、えー、しかありませんが、えー、これも同じようにですね、えー、こちらに、あのー、こちらにですね民法の,その、えー、アウトプットの 回数が書いてありますけれども、まあ、あの2回2回あのこれは相続物件が2回債権が2回債権と家族法で2回ということになりますけれども、まあ、やや少なめかもしれませんが必要最小限のです、ねえー、問題を通じて基礎知識を固め直すということをやっていただきます。でさららにです、ね、これインプットの方ではどちらかとというと えもう処方の処方は思い切ってこう割愛していきます、まあ、そこはあのアウトプットの演習編の方でカバーをしていきたいというのがの狙いになります。でむしろですねインプットである講義編の方ではもう処方的な基礎知識をですね極力その説明時間に時間を使わずにより 深い例えばの人権でいうと判例の知識ですね判例の知識あるいは理解ですねつまりすでに知ってるはずの判例についてより深く切り込んでいくできちんと理解をしていくそういうその判例に対するある意味読解が今の行政書試験では求められていますのでそういった近年の傾向に合わせたより深い理解ですねこういったものを求めていきたいというふうに考えております。<laughs> でえー、民法に関してはですねおそらくもう皆さんすでに意識されてると思いますけれども、えー、改正点ありますね。でえー、私はあの改正再建法に関して 何度もですね無料公開講座の形でセミナーをやっておりましてその経験上ですね債権だけであればおおむね3時間程度で講義ができるとただ3時間だとどうしても一通りの通り一遍のですねさらっと全体に触れるという程度しかできませんのでこのアルティメット講座ではもちろん講義編インプット編の方できちんとですね改正をじっくり えー、そこに焦点を絞ってですね焦点を合わせて、えー、改正法が理解できるように、えーまあ、あの皆さんにですね、えー、理解していただけるようにあの努めていきたいというふうに考えております。 そして改正を踏まえて問題がどのように主催されるのかということの予想も含めてこの演習編の方でその改正点もちろん改正がされないところも含めてですけれども演習編の方で基礎知識あるいは今後のその出題予想ですねといったところを民法に関してはやっていきたいというふうに考えております。<laughs> そしてこれ行政法のアルティメットのアウトプットですね見ていただくとこれは行政法突出して、えー、円周辺に回数が割かれていますやはりこれ行政法に関してはあの時間をかければかけるほど、えー、これは効果が上がるというそういう、まあ、性質を持っている科目になりますので、えー、特にこの、まあ、インプットの回数は民法と同じだとしても、えー、アウトプットの方でですね、えー、よりじっくりと。 えー、確実に、えーまあ、取りこぼしのないように、えー、取っていきたいとで180点を最低限収集,し、えー、収集するそしてさら、えー、には、えー、プラスアルファですね、えー、せっかくあの学習経験あるわけですからそれを生かして、えー、より発展的なその応用力といったものまで身につけていきたい、まあ、これが1 0点アナティメットコースの、まあ、基本的なコンセプトということになるわけですね。 そうしますと、えー、本当にあの基本中の基本といった事柄についてあまりこうくどくど説明する時間はあのほとんどありませんので、えー、そういったことをですねもう一度基礎の基礎からやり直したいという方はぜひ豪華講座」の方で,ですね、えー、ご受講いただければというふうに考えております。で、えー、スケジュールですね具体的なその始まるスケジュールといたしましてはこちらがその「アルティメットコースの教」の、えー、通信教材ですね。 に関してですけれども2月4日からウェブで配信そして憲法の教材発送開始ですねが始まりますが憲法の演習編に関しては4月の2日そして4月の9日ですねにそのウェブ配信が開始されるということになります。以下ですねその他の講義に関しましてはこちらの,そのスケジュール冊子ですね えー、これスケジュール冊子がありございまして、えー、その15ページに180点アルティメットコースのそのあご案内があります。えー、これは通信の案内ですね。で、ちなみにこれ生講義でも実施しておりまして、生講義は新宿エルタワー本校ですね。ですから、えー、首都圏にお住まいの方は、えー、こちらの通学スケジュールの方もですねご検討いただければと思います。で、えー、憲法の講義編が、まあ、2月の2あの20日から。 スタートするとということになりますがただまあ,あのこれも、まあ、憲法の抗議編に関してですね、えー、もうすでに、えー、そのウェブ配信のためにですね先行してスタジオ収録をしておりますので、えー、そちらの方で、えーまあ、憲法の抗議編に関しては皆さんですねご覧いただくと、えー、通信の方はご覧いただくということになります。 通学の方もですねもちろん先取りして予習したいという方に関してはそれが可能になるようにですねこの2月の4日の時点ではもう先にウェブで講義を予習することも可能となっておりますのでぜひそれも活用いただければということになります。このように憲法が新宿エルタワー本校生講義第1回目が憲法の講義編これが2月20日スタートですね。 でなお、えー、生講義ビデオ講義ということで、えー、3月2日にスタートする3月生のコースもおーご,用意ご用意しております。まあ、ですからこちらの方にですね、えー、まあ繰り返しになりますけれども、えー、この「108出点アルティメット講座」で行うこととしては、えー、学習経験者の方を対象として、えー、その学習経験をですね、えー、踏まえた えー、講義そして、えー、基本中の基本はもうくどくどですね、えー、触れることなく、えー、例えばきあの既存の知識、えー、例えば塩味噌症とかですね、えー、そういった基本的な判例の知識をより、えー、ブラッシュアップするという、まあ、これを是非ですね、えー、体感していただきたいというふうに考えております。<laughs> はいえー、それではですね以上でこの1八8点アルティメットコースに関する、えーまあ、短いあのかなり短いガイアンスになりましたけれどもあのぜひ、えー、令和2年の2月の、えー、生講義でしたら ええに二十日ですねえ二月二十日木曜日新宿エルタワ本校でお待ちしておりますのでぜひ一度ですね足を運んでいただければと思いますでえ通信でご自己お考えの方に対してはまああの先行して二月四日からウェブもしくは教材ですねの形でご覧いただけますのでこちらあのこちらもですねぜひご受講いただければというふうに考えております。 それでは以上で私からのお話はおしまいとさせていただきます。お疲れ様でした。